pues vamos a poner segunda parte. 1-0, no me vale. Y ahora entra mi Yugi, ¿no? A ver, espérate. キック、パスをくれ。山田君、パスを回す。この手だけ。ここは抜かせません。ザッと奪い返した。ドリブルで突破。そうだ君、連続ソロで見せます。鋭いスライディング。チャンスが決まった。真田君、パスを出すのは三木君。飛行士の華麗な技だ。 佐々木君、ここは抜かせません。ここはパスを出した林君、ゴールを狙うも届かない。さあ、ゴールを抑えた。奪い返した。シュート。辻君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。どうだ第一。 ここから カウンターを仕掛ける。三木君、飛行機の華麗な技だ。体を反転させ、かわした。三木君、ゴールを狙う。いい形でボールを奪った。三木君、僕が決めてやる。フライス回転をかけてきた。三木君、その中途に反応している。僕は決めたぞ、みんな。決めてきた。パスを出します。 決まった。三木君、体を反転させかわした。シュートを放った。辻君、これはキャッチできない。こぼれ球をものにした。一ノ瀬君、ボール奪取成功。ボールはまだ生きている。アフマ第一、相手の守備が整う前に一気に攻めたいぞ。三橋君、素早く横にかわす。小野寺君、 ここでボールか。佐野君、タックルも決めた。大デクトでパス。林田君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。このタックルは不足に終わります。横にかわして突破。倉持君、ここで止めた。林田君、このスライディングが決まった。体ごとぶつかっていった。スライディングでカット。 素早く横に倒す。井出君、横に倒せ突破。これは攻防できた。東大地、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。ダイレクトでパス。ムサキ、ここはエースにボールを託して勝負に出るか。かわして振り切った。止められない。チャージが決まった。ここでスルーパス。それ、井出君、 激しいタックル。素早く横に倒す。森山君、ゴールを守った。守備陣の隙間を狙う。アート、ドリブルを見送る。横をすり抜けた。それを狙えない。横にかわして突破。吉田君、センタリングを上げた。ワンタッチで押す。小野寺君、横にかわして突破。滝沢君、スライディングでカット。真田君、ここは勝負をかけた。 山田君、ここは抜かせません。林田君、林君、スライディングでカット。本間君、ボールを奪った。本間君、ここで止めた。かわして振り切った。山田君、ここは抜かせません。木野君、ここで止めた。 本間君、スペースを確保出した。かわして振り切った。これはボールだ。ここからシュートに戻る。渾身のシュート。辻君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。山田君、ロングパスを受けます。三木君、ここから打った。まだ守備の体勢が整っていません。 三木さん、三木君、体を反転させてきました。ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。ここでパスカット。三木君、0-0。ワンタッチで送る。
ゴールラインを越えてしまった。ゴールキックから再開です。真田完勝、大量得点で試合に花を添えました。お前の華麗なプレーにやられちまった。さすがフィールドの貴公子だぜ。そっちこそエースキラーの名前は伊達じゃなかった。しつこいマークと鋭いタックルに随分苦しめられたよ。俺の持ち味は発揮できたってところか。そういや水着、体は大丈夫なのか。試合の最後の方は辛そうに見えたぜ。君を相手にしたら誰でも疲れ果てるさ。褒めてくれるのはありがたいけどよ、やっぱりエースを封じて試合に勝たないとエースキラーの名前が泣いちまうぜ。まあそれはそれとしてよ、そっちはまだ無敗なんだろう。このまま全勝を目指して頑張れよ。水木さん、本当に大丈夫ですか？すごい汗ですよ。このくらい問題ない。それに試合の半分しか出ていないんだから。けどその分誰よりも全力プレイをしてるじゃないですか。全力なのはみんなも同じだ。なのにこれくらいでバテるようじゃみんなに申し訳ない。そんな、美杉さんにそんなこと誰も思いませんよ。さあ試合は終わったんだ、引き上げよう。あ、はい。今だ、こっちへパスだ。ナイスパス。よし、行くぞ。最高のパスだったのにすまなかった。今のは完全に僕のミスだ。工房にも筆の誤りってやつですね。カッパの川流れも同じ意味だっけ？おいおい、国語のテストやってるんじゃないんだからさ。とにかくミスをするってことは水木さんも俺たちと同じ人間だってことですね。だ、もうこんな時間か。今日の練習は終わりだな。水木さん、グラウンドの片付けはやっておきますから先に上がってください。いや、それは僕も一緒にやらないと。いいからいいから、今日は病院で診察の日でしょ。そうそう、これ以上遅くなったら病院にも迷惑かかっちゃいますって。ほら、あの音、美杉さん家の車ですよね。もう行かないと。ああ、じゃあよろしく頼むよ。まだニューヒーローリーグは半分だというのに、これほど体が重いなんて。強敵相手に全力プレイを続けるとこんなに体に負担がかかるのか。けど僕は立ち止まれない。絶対に叶えたい夢があるんだ。その夢を叶えるために僕は
シュート見たか。ああ、美杉さんがあんなイージーシュートを外すなんて絶対にありえない。美杉さん、明らかに消耗してるな。美杉さんの負担できるだけ減らしてあげたいんだけどな。ニューヒーローリーグは強敵揃い。最後は美杉さんに頼ってしまうんだよな。この間の試合も美杉さんがいなかったら、結局俺たちは小学生の頃から何も変わっていないのかもしれないな。苦しい時に美杉さんに頼ってしまうサッカーか。ああ、情けないな。頑張るだけじゃダメなんだ。今必要なのは美杉さんを楽にできる結果なんだ。美杉さんが消耗していくのを黙って見ているしかできないなんて、なんて情けないんだ俺たちは。悔しいぜ。俺がもっと上手ければ。クソ、俺たちは一体何をやってるんだ。ああ、美杉さんをもっと楽にプレーさせてあげたいのに。自分たちが情けなくて泣けてくるぜ。こいつの言う通りだ。怒ってる力があるならその力で一回でもボールを蹴ろうぜ。その方がよっぽど身になる。そうか、そうだよな。美杉さんもそれを望んでいるはずだ。今度こそ美杉さんの信頼に応えたい。いや、応えるんだ。弱気になって悪かった。一緒に、みんなで一緒に美杉さんを支えよう。おう、よし、それじゃあ今日も練習第2部の開始だ。照明を入れろ。グラウンドが使える時間いっぱいまで気合い入れていこう。